2024年の F1 シーズンは契約の変動が激しく、その中で、ウィリアムズのアレックス・アルボンが注目を集めている。アルボンは、以前、レッドブルから解雇された経緯があり、F1 での未来が不透明になっていた。しかし、ウィリアムズでの活躍により、彼は、再び注目を集め、新しい複数年契約を手に入れた。最近の報道によれば、アルボンは、すでに、 二つの F1 チームから引き抜かれそうになったと主張されている。これにはフェラーリが含まれている可能性があり、アルボンがイタリアチームの首脳陣から称賛されていることが伝えられている。アルボンはカルロス・サインツの代替として検討されているとされている。アルボン自身はウィリアムズとの現行契約から解放されることに強い興味を示しており、少なくとも二つのチームがその契約を買い取ろうと試みたとされている。ただし、 具体的な復活のチームの名前は、まだ公にされていない。アルボンは、過去の困難な期間を振り返り、それを学びと成長の機会と捉えている。彼は、ウィリアムズでの経験を通じて、車両の性能向上に関する洞察を得、今後のレースでより競争力を発揮する自信を抱いている。彼の現行契約は、2024年末に満了する予定であり、その後の動向が注目されている。ウィリアムズは、 契約延長の可能性についても検討中であり、アルボンの将来については、興味深い展開が期待されている。コメント、アルボン、ウィリアムズについて書かれた記事です。アルボンを評価する記事は多いですね。ウィリアムズでの走りが高評価。どこ行くんでしょうね。文中ではフェラーリですが、レッドブルやマクラーレンも名前が挙がってますね。